なら俺は先に行くけど問題ないよね。もし陣痛が来たらすぐに周りの人を頼るんだよ。俺もすぐに駆けつけるから。もう分かってるって。それと木の葉の門に迎えの忍びがいるからちゃんと連れてきてもらうようにね。あとは湊斗、私のこと子供扱いしてる？いやそんなことはないよ。ないけど。ほんと、いつまで経ってもその性格は治らないわね。心配無用、私は大丈夫だから。さっさと先に行って用意しておいて。クシナ、いい？私たちはこれから親になるんだから、オタオタしてたらナルトに笑われるわよ。そうだね、ナルトに情けない姿は見せられないな。でしょ。わかったよ。それじゃあ先に行ってるから、後で結界の中で会おう。まったく、ま、慌てる気持ちはなんとなくわかるけど、でももう少しで会えるね。こんにちは。え？こんにちは。いいの？
クシナさん。あ、迎えの方ですか？はい、もう準備はよろしいのですか？はい、大丈夫です。わかりました。こちらの準備は整っています。行きましょう。いよいよね。緊張してきた。そうして私は結界に向かった。結界の中では湊や医療忍者の方が揃っててね、あとは私があなたを産むだけの状態になってた。正直初めてのことだったから不安はあった。封印の心配もあったし、でも湊がずっとそばにいてくれて私の不安を和らげてくれたの。父ちゃんが。それからは、ちょっと大変だったわね。男のあなたにはわからないと思うけど。母ちゃんでも大変だってことあったんだな。そりゃそうよ。なんてったって人一人を産むんだからね。とても痛いし、なかなか生まれないし、キュービも暴れ出すし。でも少しずつ少しずつ自分に子供ができるって嬉しい気持ちに包まれて、そして元気な産声と一緒にあなたが生まれた。俺も今日から父親だ。ナルト、やっと会えた。よし、出産したばかりで大変だけど、キュービーを完全に抑え込むよ。四代目火影湊人、人中力から離れろ。でなければこの子の寿命は1分で終わる。お前は、クシナ、まだキュービの封印が。さっさと人中力から離れろ。ガキがどうなってもいいのか。待て、落ち着くんだ。それはお前だ。俺は最高に冷静だ。ナルト、さすがだ。だが起爆歌。ミナト、ナルト。よかった、ナルトに怪我はない。無理やり平石の術を使わされた。狙いはクシナ。引き離されたか。急がないと。何のつもりなの。お前からキュービを引き出し、この葉を潰す。なんだと。出産でキュービの封印は弱まり、そして最も厄介な湊を今は遠ざけた。お前を救う者は誰もいない。このわずかな隙をどれほど待ったことか。出てこい、キュービー。次は木の葉だ。待って、
ほう、すごいな、渦巻き一族とは。美獣を抜かれてもすぐには死なないか。九尾の人中力だったお前だ。こいつで始末してやる。先行なだけはある。だが遅かったな。ミナト、ナルト、ナルトは無事なの？ああ、無事だよ。今は安全なところにいるよ。よかった。ミナト、あの男とキュービを今すぐ止めて、この前向かう気よ。また飛んだか。まあいい。